めっちゃ美味しいじゃん。これ絶妙なよ、そら豆の春巻きとビール。美味しい。ビアリー。こんにちは、フリーチャー大池です。本日もご視聴いただきありがとうございます。今日はそら豆とゴルゴンゾーラの春巻きを作りたいと思います。結果で言うと何より、これはあのイタリアンでしょこれもう何ならパスタだと思っていただければ、揚げラビオリ。そら豆好きだね。そら豆もう今ね、今行かないんでいつ行くってことだよね。そら豆に関してはイタリアの春の風物詩、まあもちろん日本でもそうだけど、もうそら豆大好きだし、まあちょっとゴルゴンゾーラと合わせて揚げたらどんな感じになるかなみたいなね。今日はお酒のおつまみです。なるほど、はい、食材は鹿児島県産のそら豆ね、でゴルゴンゾーラ、そして春巻きの皮と胡椒、以上です。なるほど、簡単だね。簡単でしょ。そら豆何回目かな、3回目まだ、いや、3回目、4回目ね、はい、あの、むいていきますね。はい、いいそら豆かな。はい、お、詰まってる。すごい、大きいですね。はい、出していきます。うん、そしたらさ、意外にすごいちっちゃい、なんか粒が成長してない、うん、そら豆になったってさ。そんなことある？あ、分かった分かった。こういうこと？あ、そういうの。こういうのいっぱいだ。枝豆じゃん。いや、本当に。このさやからこのさや。ないですよ。はい。はい、いいですか？そら豆の、そら豆さやから剥き終わりました。はい、では、茹でる前にね、少し切り込みを入れておきます。ちょっとこう、ナイフを少し入れとけば、スルンと剥けます。でも、昔、我々が子供の頃、そら豆なんて食べなかったよね。流通の問題かもしれない。子供の時は、富山に多分そら豆がなかったよね。なかったかな。確かに、食卓に並んだことないよね。そら豆って。じゃあ、そら豆、何グラムか測っておきますね。測って、ゴルゴンゾーラの、数量も決まります。重さも決まります。ね、使う量ね。結構あるね。160あるので、これの半分。80g ゴルゴンゾーラ使います。薄皮ついたままの分量、まあまあまあそこはもういいです。はい、はい、じゃあお塩して、塩入れしますね。はい、じゃあ沸騰しましたんでそら豆茹でていきます。2分です。あの、揚げますから多少固めでも全然問題ないですよ。 OK。 はい、じゃあ茹で上がりました。はい、うわー、いい香りね。このね、青っぽいいい香り、このまま食べるんだったらワインはソービニョンブランがいいかな。なるほど、はい、青い感じのね、はい、ワイン。じゃあこれ粗熱取っておきましょう、はい、じゃあもう冷めたね冷めてないまたいつものちょっとやってみようか、チャレンジね。よし、あ、でも持てる持てるし、切り込み入れてあるからちょっとね、そう、これが切り込みないとアウトなんだけど、そうそう、熱いんだよないけますね。まあいけるね。冷めてます。熱いんだよでもね、往々にしてレストランで働くっていうことはこういうこともよくあるからね。そうね、うん、で、手の皮が熱くなるっていうね。全然冷ましてたわけなんですよね。熱いままがいいですよ、やっぱり、ね、うん、皮から剥きました。はい、はい、ではこれをペーストにしていきます。ほう、粗めでいいのでフォークとかで潰していきます。こうね、はい、こうやってガツガツとボールの縁につけながら、マッシャーぐらいのマッシャーでいい。そうですね、マッシャーでも、まあ、あとはちょっとビニール袋みたいなの入れてガンって、あの、ああなるほど、うん、で潰しても大丈夫だけど、これでも全然すぐ潰れるので。で、続いて常温に戻して柔らかくなったゴルゴンゾーラです。これを和えていきますね。すごい、はい、これはじゃあゴルゴンゾーラを入れたからといって赤ワインが合うわけではなく、はい、ちょっと白の綿毛とかそんな感じですかね。いいですね、勉強してますね、はい、いいと思いますね。悩んだ時はね、もうロゼにしちゃいますよちゃんと共有のしたラインが身についてるね。あの、動画見てないからね、すべ、はい、てはここで学んでますワイン動画やってますからね、白赤で、最後胡椒しますね。ちょっとスパイスを加えますと。これで春巻きに包む、中身が完成です。これ絶対美味しいじゃん。これ絶対美味しいでしょ。そう、これが絶対美味しいんだよ。ああ、それ絶対美味しいもん。あ、もうこ、揚げなくていいか。パンに塗ってこれ食べます。それまでだよね。まだ、もう揚げ物を目指せっていう人はここでやっていただいて、うん、あの、そう、バケットに。そう。それはそう。うん。これで絶対美味しいです。うん、まあ、でも今日は揚げました。でも揚げましょうよ。ね。いや、揚げたらね、本当に。もっと美味しいよ。もっと美味しい。あの、ビールとかのおつまみ。あ、今日、うん、30日でしょ。あれ買ってこようよ、リアル、リアル、0.1% だけ。今日発売なの？そう、リアル。ノンアルコールビール ではないんだ。そう、0.1%。ちょっと入ってんだ。ただちょっと入ってるのはお酒の感じもやっぱり感じもするんだ。あ、飲んでみた
では春巻きね、これ20センチ角の春巻きの皮ですが、はい、半分にします。半分のサイズで巻いていきますね。これあの1枚だとちょっと大きいので三角ね、三角。春巻きを巻いてるとこ見たことがないですね。あ、そうですか。小さいサイズの春巻きの皮が手に入ればそれでやってもいいかもしれませんね。ではこれを巻いていきますね。人が包むんじゃないかな、中のか巻きますよ、こうやって。はい、でこうやって折りたたむでしょ、うん、はい、ちょっと、まあ、はみ出すようだったら中入れてもらっても大丈夫、はい、でくるくる巻いていけばいいだけ。こうやってね。なるほど。でここまできたら水溶き片栗粉。これは大変だね。ありがとうございます。これは大変でしょ。だからやっぱり春巻きってね、中華料理屋さんだと随分お安いじゃない、うん、ね、でも手間がかかってるよね。こんな感じです。なるほど、はい、じゃあどんどん巻いていこうね。これね、本当はだから2人がかりがいいんだよね。そうだね。これを乗せる人と巻く人とね、手が前と前で汚れちゃうから。はい、わあ、大変ですね。ご苦労様です。それでは揚げていきますね。揚げるのはもう本当ごく少量の油、もう表側が軽く使うぐらいの油で大丈夫なんで、今日はそんな揚げ物といっても怖がる必要ありません。やっぱりイタリアンのオリーブオイルかな。いやいや、これは普通の、 あの、サラダ油で大丈夫です。オリーブオイルもったいないですね。火にかけます。170度ですね。では、2、3本ずつぐらいかな、揚げていきましょうかね。はい、あ、春巻きこれ薄いと少量でいければいいね。そう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 、まあ、あとはね、あの中も火が通ってますからね、きつね色になるまで揚げましょう。揚げ物家にしないからさ、うん、子供たちが唐揚げとか食べれないのかわいそうだよ。唐揚げってもうもはや買うよね。家で揚げないもんね。そんなことないって、みんな揚げてるよ多分。本当？でもその唐揚げ、お袋、運動会になるとちゃんと取り入れてくれたな。何事なのそうさ、うん、あれずっと最後まで食べられるもんね。わかるわ。下にね、こうアルミホイル巻いてね。最後だよ。結果剥がすんだよね。結果剥がしてそのまま食べるもんね。そうそう、同じだ。はい、もういいね。いい感じで上がってきましたね。あー、すごい、うん、いいね。おやつみたいだね。おやつみたい。お酒取りきたいぜ。揚げたて食べたいでしょ。食べたいっす。ね、あと7本焼かなきゃいけない。少々お待ちください。はい、今日あのこのビアリー、ビアリー、はい、30日発売なので、へちょっとね、飲んでみましょう。 0.5% 出るでしょ。美味しいね。ね、うん、美味しいです。さあ、これでじゃあ、これ 0.5%、 うん、あ、結構なんかお酒感じるな、ね、意外に、ね、苦味もちゃんと効いてるね。そう、あ、本当ですね。ね、いや、美味しいよ。それでも早くこのゴルゴンゾーラの、そうそうそう、ビールがビールみたいなんだけど、これとビールと、うん、めっちゃ美味しいな。そら豆の味とブルーチーズは本当に絶妙にこれ合います。ぴったりでしょ、ね、これをビールで洗い流してください。これ美味しいな。いや、絶妙に合うよ、これ絶妙に合うよ、このそら豆の春巻きとビール。美味しい。 0.5 か。10本飲んで1本分だ。なんか飲めない女性とかも ね、うん、俺だったらこれでずっとお付き合いできる。ノンアルコールじゃ物足りないけど、そう、ね、やっぱり一方だ ね、うん、これで春の陽気を飲みながら散歩したいっていうか、ね、うんうん、すごい、ね、これはなかなか新しいな。そら豆に一番合うビールはビアルだったってことで。じゃあ締めようかね。あくまでそら豆です今日。最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録と高評価ボタンをお願いします。また銀座にありますラボッテガヤは新型コロナウイルス感染防止対策を徹底して営業しております。よろしければお店にもお立ち寄りください。